皆さんこんにちは。今回の動画は大阪の御堂筋のイルミネーションから、何となくではなく明石海峡から淡路島車中泊を計画してしまいました。車中泊の準備をして大阪イルミネーションを見に行き、そして今回の動画は明石海峡のイルミネーションと車中泊地のハイウェイオアシス淡路から連泊に進んでいきます。それでは神戸淡路鳴門自動車道垂水 IC から入ります。最近はよく Google Earth を使います。垂水 IC を入るとすぐに長いトンネルに入ります。このトンネルは神戸淡路鳴門自動車道の最長トンネルで、上り線3293メートル、下り線3254メートルです。工期は1992年3月から1997年3月で、5年の歳月で完成させました。この建設は CD 工法です。耐水未骨欠な大阪層群の砂層や砂礫層を水抜きシールドと6分割中壁工法より施工したそうです。いや、しかし長いトンネルですね。そしてトンネルの上には神戸市立青陵台中学校や舞子御苑や舞子ゴルフクラブなどがあります。そろそろトンネルの出口が見えてきましたね。トンネルの出口には高速舞子のバスターミナルがあります。ここがバスターミナルですね。ここからが明石海峡ですね。しかし何度見ても大きな橋ですね。ここからは少し明石海峡大橋の説明をしますね。明石海峡大橋は兵庫県神戸市垂水区東舞子と淡路市岩谷とを結ぶ明石海峡を横断して架けられた世界最長の吊り橋です。構造所言、型式3景観にヒンジ保護をトラス吊り橋です。
全長が3911メートル、中央主幹線991メートル、高さが 298.3メートル、桁下高65メートル、着工は1988年5月から1998年4月5日開通。10年の工期で完成させたんですね。3倍速の26秒間のドライブをお楽しみください。明石海峡大橋を渡ると橋の下は海鮮丼が美味しい道の駅淡路ですね。今回は道の駅淡路には寄りませんが、景色のいいところですね。ハイウェイオアシス淡路に到着です。今回の旅行は岡山を早朝5時に出発。国道2号線を大阪まで約200キロ走行し、御堂筋のイルミネーションを見て、ハイウェイオアシス淡路で車中泊です。さすがに疲れましたね。現在22時30分、さすがにご飯を作る気にはならないですね。晩ご飯はハイウェイオアシス淡路でいただくことにしました。お店は開いてるのかな？今夜の晩ご飯は、今日の晩ご飯は淡路島の甘い玉ねぎがたくさん入ったメンチカツカレーです。そして完食です。ごちそうさまでした。そして、おやすみなさい。おはようございます。今回の朝食はハイウェイオアシス淡路で購入した クラブハウスサンドです。お、激うま。
ごちそうさまでした。そらくん、チャンネル登録、よろしくお願いします。